ある日の午後小川未明新たに越してきた家の前に2軒続きの長屋があった最初私にはただこんな長屋があるというくらいにしか思われなかったある新聞社にいる知人から毎日寄贈してくれる新聞がこの越してきてから23日届かなかったので私はきっと配達人がここがわからないためであろうと思ったしかし私には 無大化で送ってもらっているということがわざわざはがきを本社に出して転居を報ずるのを差し控えさせたなんとなればそうするのがあまり厚かましいように感じられたからであったただ私はどうかしてこのことだけを配達府に知らせたいと思ったこの新聞は午前の4時頃になると配達されるので常に家内の者が眠っているうちに のの隙間から入れていくのが例であった私はもしこの時分に起きて家の外に出て道の上に立っていたなら偶然にこの新聞配達符が通り過ぎるのを見ないとは限らないと思ったのである日の朝私は早く起きて家の外に出たまだ薄暗かった暁の風は灰色の雲を破って東の方から 夜はほのぼのぼと明けかかっていたまだ道の上に人の通った気配もしなかった。天地は風の木を吹くより弱々として音がなかった。高い木立の頂に暁の風は自然の眠りを覚ます先駆の叫びのように聞かれた。私は世間の多くの人々がこの夜から暁になろうとしている瞬間の自然の景色を、 自分のごとく、こうして、外に立って、親しく知る者が、幾人あろうと考えた。私はそこに、新しい資材を見出すことができるように覚えて、観察を怠るまいと思った。この時初めて、この二軒長屋の一軒が、戸を開けてあるのを見て驚いた。もうこの家は、特に起きていると思われたからだ。私は、その時から、 この家にはどういう人々が住んでいるだろうかと思った。私は直ちに生活に奮闘している人々だと考えた。なんとなれば、こんなに朝早くから起きているのを見ると、多くの人々がまだ安眠している自分にも生活のために働いているのであろうと感じたからであった。私は新聞の問題よりも、この方に多くの注意を引いた。そしてその後、 この家に注目したが、まだこの家のあるじらしい男を見たことがなかった。時々、家の前に七つ八つの青白い顔の女の子が、血のみ子をぶって立っているのを見た。妻がその女の子を見ながら、死んだ人の顔だってあんなに青くはないと言ったことがある。何でもその顔つきは極端な腎臓病にかかっているような兆候らしくあった。 それなのに、こうして、医者にも見せずに、しかも、幼子の森を指しておくのは、筆教、貧しいがためではなかろうか。人は、境遇によって、自然と奮闘する力の強弱がある。この子は、果たして性を保ち得ようか。ある静かな日の午後である。この家から、老女の声と、若い女の声とが聞こえた。老女の声は、低かった。 若い女の声は激していた。早くこの子は死んでしまえばいいのだ。と若い女の声が言った。続いて子供の泣く声がした。ある日の昼頃、男が来て大きな声で話をしていた。男は帰るときに、五国寺の方に出るにはどう行きますと言って女に道を聞いていた。そんなら品を見てから よろしければ、と女は言った。すべてのことが私には見当がつかなかった。それから数日の後であった。私は散歩から家に帰ってくると長屋の前に荷車があった。それにいろいろの書道具が乗せられていた。小さなタンスもあった。しかしすべて一台で足りたのである。軒下にはやつれた三十五六の女が ちのみごを追って、焦然と立って、車についていくところであった。その日から、その家の戸が閉まって、貸し屋となった。どこに行ったか知らない。あのちのみごは、誰の子だろうか、と私は考えた。